日本の国会でも敵基地攻撃能力についての議論が激化しています。やはり周辺国の現在の状況を考えると世界一危険な位置にいる日本です。今回はこの敵基地攻撃能力を考えながら国会での質疑応答を詳しく見ていきますね。今までの国会ではなかった状況が最近議論されています。ようやく野党も気づいたんでしょうね。遅いよね。まだ間に合いますよ。日本の国会において、2022年2月16日、現在の政権を担う岸田内閣に対し、野党の立憲民主党議員から、現在懸案となっているいわゆる敵基地攻撃能力についての質疑が行われ、まさに政治的な発言の応酬が飛び交った。具体的には、これは衆議院の予算委員会の第一分科会での出来事であり、立憲民主党の長妻議員と現岸田内閣の岸防衛大臣とが質疑を行ったものであり、それは現在の敵基地攻撃力の認識について確認したものだ。立憲民主党の長妻議員といえば、2009年8月に行われた衆議院議員選挙では、当時の民主党に所属して当選、自公連立内閣からの政権交代を成し遂げた鳩山内閣の一員として、厚生労働大臣を務めていたことが、よく知られている。長妻議員は、この政権交代前の野党議員だった時期に、自公連立内閣で発生していた消えた年金問題を国会で追及して名を挙げ、その功績と手腕を買われて、厚生労働大臣の座をつかんだ政治家であることも記憶に新しい。こうした国会質疑における追及能力と実績を備えたのが、妻議員の質問であるために、今回の件も、一部では注目を集めていたが、その内容、やりとりは、正直個人的には、かなり不毛なものであったようにしか感じられない。まず質問に立ったなが、妻議員は、敵基地攻撃能力の具体的な手段とは、いかなるものを指すのかと、岸防衛大臣に質問し、日本国憲法や国際法に照らし、現在の日本とアメリカとの役割分担に基づく、多種多様な案を検討中との回答を得た。ただし、これに続けて、岸防衛大臣は、相手国の殲滅を基とするような兵器、つまり、大陸間弾道弾や攻撃型航空母艦の保有は行わないという、これまでの歴代政権と同様のスタンスを示し、先の回答に制限を課す形に留めたと言える。これに対して長妻議員は、現在の日本が保有しないとしている兵器には、長距離攻撃が可能な戦略爆撃機は含まれるのかと続けて問い、岸防衛大臣は、これも含むと回答。こちらも、従来の日本政府の憲法解釈に準じたものとなった。この回答を受けたなが、妻議員は、ならば対戦する相手国の領空内へと、自衛隊の戦闘機を侵入させ、その機に搭載した爆弾で攻撃を行う手段については、どうかと質問し、これに対して、岸防衛大臣は、検討案に含むと回答した。この岸防衛大臣の返答は、いわゆる戦闘爆撃機として、自衛隊が保有している戦闘機を運用することを認めた発言だとして、主に、左側の思想を持つ層からは、反発の声も上がっているが、今のところ、これを過剰に報道する動きは少ないようだ。なが、妻議員の敵基地攻撃能力についての質問は、これで終わったが、最後には、日本のインテリジェンス能力、つまり、諜報等の情報収集能力の不足についても言及し、要因的、予算的にも、先進国の中で、著しく低いと指摘した。これはまあ正論ではあろうが、なが、妻議員は、インテリジェンス予算は、
大半が人件費のみで済み、多額の資金を必要とする兵器調達と比較した場合に、はるかに費用対効果が高いので、これもっと増額すべきだとの主張を示した。諜報等の情報収集能力を優先すべきとする根拠が、兵器調達よりも費用対効果が高いからという経済的な視点や、そもそもの根拠の浅さは、どう聞いていて、個人的には、これが説得力を持った意見だとは感じられない。これは、つまり、これまでの敵基地攻撃能力にまつわる質問の中に散りばめられた、相手国の領空内へと、自衛隊の戦闘機を侵入させ、爆撃を行うことに必要な、その機体備兵装の調達に比して、諜報等の情報収集能力が安上がりだと言っているのだろうか。物理的で即物的な兵器と異なり、諜報等の情報収集能力は、要員を確保すれば強化できるにもかかわらず、現政権は、その努力を怠っていると指摘したいのかもしれないが、それで効果が高いのであれば、どんな国でも、そうしているだろう。このあたりは言い方は悪いが、現政権への攻撃材料になりさえすれば、どんな内容だろうと良しとする、政治的な発言にしか思えず、もし本気で主張しているのであれば、なんだ、実効的な意味をなさない批判のための批判に聞こえてしまう。今や弱小政党に転落してしまった立憲民主党が、かつての2009年の民主党の時のような雪崩を打ったかのような政権交代劇を演じる可能性は、ほとんどないのがせめてもの救いで、あの時の民主党政権の無意な時間を忘れぬ人は多かろう。さて、長、妻議員の今回の国会の予算委員会の第一分科会の質問に、あえて異議があったとするならば、それは、敵基地攻撃能力について、どのように、今後、日本の防衛に照らして考えていくのかを再認識させた点くらいだろうか。現実には、2022年は、1月から、北朝鮮による複数回のミサイル発射に、日本はさらされ、しかも、それらは、従来の放物線を描いて飛翔する、弾道弾型ミサイルに止まらず、昨年から、その存在が確認され始めた新種の火星8号と呼称されるものを含んでいた模様だ。2021年9月に初めて北朝鮮が発射したと思えしき火星8号ミサイルとは、近年ロシアや中国が実戦配備を進めている極超音速兵器に該当するものであり、その中の2種のうちで HGV、極超音速滑空体と呼ばれている兵器だと考えられている。極超音速兵器とは、マッハ5以上の高速で飛翔する兵器のことを指しているが、従来の弾道弾型ミサイルであっても、同等の速度に達するものが多数であり、近年のものだけが、その速度を有しているものではないため、単語自体に違和感はある。もう一つの極超音速兵器は極超音速巡航ミサイルであり、こちらは加速に使用する弾道弾本体の推進以外に自身でも搭載された機関部で自律的に飛翔することが可能で、ロシアが配備を始めているツィルコン等がよく知られている。これに対して北朝鮮の火星8号ミサイル等の HGV 極超音速滑空体は、推進力を持った弾道弾本体で加速された後、自身は推進力を持たない弾頭部分が空中を滑空するように飛翔し、軌道を変えることができる兵器となっている。通常の弾道弾の場合、前述のように速度はマッハ5以上で飛翔するものの、軌道は放物線を描くため、着弾地点の把握が比較的容易なことから、迎撃用のミサイル防衛の体制が構築されてきたが、HGV、極超音速滑空体には、これが当てはめられない。
そのため、日本が準備しているミサイル防衛システム、海上のイージス艦に搭載した SM-3 やこれで撃ち漏らした分を、陸上の PAC-3 等で対処することが困難と予想されるため、北朝鮮の火星8号の出現は、脅威度が増したと見さされているのだ。2022年現在、日本に見ならず、アメリカでも、こうした極超音速兵器を、従来の弾道弾のように迎撃する、ミサイル防衛では対処不能だと考えられているようで、迎撃よりも、反撃に、同様の兵器を用いることで、攻撃を思い止まらせる方向での抑止を期としている。日本でも、陸上自衛隊が配備を行っている人に、敷地対艦誘導弾を改良し、現時点ではおよそ 200km 弱と見られる射程距離を 900km 以上に延伸し、同時に航空機や艦艇に搭載する手段の多様化に着手している。現実には、戦闘機によって相手国の領空内へ侵入して爆撃を行うという過程の前に、すでに対地攻撃に向けた長距離ミサイルの開発を行わざるを得ないという状態なわけだが、相変わらず政治の上では不毛な議論が尽きそうもない。